問いの5です。1から20の四角に適当な漢字を答え、四字熟語を完成させなさい、そして意味を後ろから選びなさいということで、四字熟語についてはもうその四字熟語としてしっかりと覚えておくということですね。穴が開いていますけれども、どこに穴が開いているのか、これは問題によって違いますので、四字熟語しっかりと、意味とともに捉えておく。1番、異口同音をですね、多くの人々が口々に同じことを言うこと、異なった口で同じ音が発せられるということで、四字熟語については漢字の意味を押さえていく、漢字の意味を考えていくと分かりやすいかなというところがありますね。2番、以心伝心、心が伝わるということで、他ですね、黙っていても互いに心が通じること。3番、一日千秋、一日が千の秋のように思える、子です。時間が経つのが遅い。4番、一喜一憂、喜んだり憂いたり、憂うという字ですね、喜んだり憂いたりということで、あです。続いて5番、因果応報、自分がしたことに対して報いがありますよということで、すですね。6番、危機一髪、ギリギリで、危ないところで助かるよということで、とです。7番、公平無視、無視というのは、自分自身がないということで、自分のことを考えずに公平に判断する、気ですね、エコひいきをしない。8番、言語道断、うです。言葉が出ないということですね。9番、自画自賛、自分の絵を自分で褒めます、つです。10番、絶体絶命、絶体絶命の体は、体ですので気をつけましょう。体が絶たれ、命も絶たれる、絶体絶命。回答の方が、せということですね。どうしても逃れる方法のない困難な立場にあること。11番、前代未聞、今までに聞いたことがない、いですね。12番、単刀直入、えです。前置きなしに本題に入る、単刀、こちらについては短いという感じにしないように気をつけましょう。刀をすぐに、突き刺す、単刀直入、すぐに、本題に入ります。13番、電光石火、雷のように速いということですね。地ですね。続いて14番、不は雷動、さになります。自分の考えがないのに、周りの意見に、賛成すること、不は雷動。こちらについてはもう四字熟語として、不は雷動、さですね、自分の考えもなく他人の考えに賛成し共に行動をすること、もうそのような意味だよということで、開き直ってね、不は雷動で覚えてしまうのがいいのではないでしょうか。15番、無我夢中、無我夢中については可、熱中することということになりますけれども、これが霧ではないよということですね。気をつけましょう。無我夢中、夢の中にいるような気分ですよと、熱中しています。一方で五里夢中という言葉もありまして、こちらは自分の周りが霧の中にあるような状態、何も見えないよという状態を表す。霧の中、そして夢の中、この違いしっかりと押さえておきましょう。16番、臨機応変、その場に応じて状況に応じて対応を変える、手ですね。17番、意気統合、苦ですね、自分の考えが一致すること。18番、一挙両得、一挙に、全てを得るということで、けです。19番、一心同体、こちらについては、一つの心、同じ体、心が一つ、体の芯ではありませんので気をつけましょうね。
こちらではありませんよと。こちら、心ということになりますよ。20番、我念飲水、自分の田んぼに水を引く。そうですね。